西条市長の玉井俊久です。愛媛県は4月8日から21日までの間、新型コロナウイルス感染対策を最優先とする感染対策規へ警戒レベルを引き上げました。感染力の強い変異株の影響により、松山市はもとより本市においても4月に入って28名の感染者が確認され、経験したことのない最大の危機を迎えています。この感染状況が続けば、コロナ患者の治療だけでなく、救急医療や一般医療の提供にも困難を極め、医療崩壊の危機に直面しかねません。市民の皆様、自身の感染予防対策を万全に講じ、危機感を持って日々の生活をお過ごしください。毎日顔を合わせている人間関係の中で過ごしていただく。体調に異変を感じたら、外出や人との接触を必ず避ける。マスクは正しく着用する。手や指の消毒を徹底する。とりわけ4月21日までは、外出や人との接触、会合の機会を減らすことをお願いいたします。そして感染者やその家族への誹謗中傷、心ない批判、差別的対応は絶対に行わないよう、冷静な対応を重ねてお願いいたします。市民一丸となってこの危機を乗り越えてまいりましょう。